안녕하세요今夜世界からこの声が消えてもで神谷徹を演じましたなにわ男子の道枝俊介です、今夜世界からこの声が消えてもがですねなんと動員97万人を突破したということでありがとうございます감사합니다あの公開してから2ヶ月近くになりますけどもこんなにたくさんの方々に見ていただいてすごく幸せでございます、これからも今夜世界からこの声が消えてもをぜひ愛してくださいそしてなにわ男子もチェックよろしくお願いいたしますありがとうございますそして明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますどうもちょわよ私たちの恋は失われる運命だった少しでいい私は一度眠るとその日の記憶を失ってしまう昨日の毎日をとにかく楽しいものにしたいんだ真織が覚えていられなくてもごめんなさい真織の大切な記憶を取り上げてしまったの忘れたくないよ今夜世界からこの恋が消えても君のためにできることはそれだけだった